レベルが上がりましたね。インテリジェンス、バイエティ、ちょっとアジリに1個上げておきますか。ノーマルジュエル。捨てるアイテムを選んでください。あ、そうなんだ。じゃあ、どうしようかな。アイテム捨てなきゃいけないんだ。なんか珍しいですね。どうやって選ぶんだこれ。あ、こうやって選ぶんだ。フォースターバール確か MP 回復だよな。じゃあ MP 回復のアイテムいらないし。いいか。じゃあ、ノーマルリング。エイドウェアで装備してダメか。じゃあ、ライトラグ。これ使えない装備品だったらこれをしてます。どうしようかな。ちょっと装備品っていうかアイテムを整理しますか。ちょっとこれからま、ああいうことでね、時間を食うのも嫌なんで。これは捨てるわけにいかないだろう。この辺のは。使えるもんだからな。アクセサリー、これ捨てよう。あと、マリンブローチ、ノーマルジュエル、ベノムブローチ。これもいいか。なんかこの手のブローチって結構持ってるんですよね。これも捨てちゃいます。で、ノーマルジュエル、装備品だな。これいいものだったら、インテリジェンスが結構上がるな。これいいですね。ってことは、アースブローチ、ドップジェイリング。ジェイムズにつけたい。あ、上がる上がる。アースブローチと交換しますね。マインドがとにかくすごく上がりますね。で、装備品、じゃない、アイテム、武器、こういうことで時間食いたくないけれども、フォーススピア捨てちゃおう。MP 回復ですからね。あとね、フォースターバール、これもいらないです。これも使わないです。あと、ハイハンマー、じゃあどうだ。これもいらないですね。よし。これでしばらく大丈夫でしょう。石板がはめ込まれている。取りますか？イエス。謎解きか。あとは何かないか。あとでなんか重要さ、様子がおかしい。あとで、重要そうなアイテムの、確認をしておきたいと思いますね。まあ、これは影の方でやっておきます。あと、手紙とかありましたからね。これも読んで、ご報告いたしますよ。で、ミスティショートソード、これを、ですね、ちょっと思ってることがあるんで、このノーマルフィストに変えておきます。これね、アジリティが上がるんですよ。で、回復クーデルか。よし、これで挑みます。多分、ボスがいますよ。ここだな。よし。うわ、なんだこりゃ。気持ち悪い。さて、やりますか。ひたすら殴っていく戦法です。67。威力低いですね。うわー、気持ち悪いな。うわ、219か。これは1人パラライズか。まあいいや、とりあえず放っておこう。1人ストレングスフォースをかける。勝てるかなこれ。でもう1人がですね、ちょっとアイテム使った方がいいか。パン、耳っちいっすけどね。まあ、今後のことも考えてアイテムを消費するっていう方向を。パラライズはね、割とすぐってこともないけど、回復すると思うんですよ。なんか、前にもそういう経験があったんだけども。とにかくクーデルが頼みですからね。パラライズはまずいけどな。あ、魔法レベル上がった。待機。あ、それとも魔法使わなきゃダメかな。あ、なんかやりやがるな、こいつ。
そうだ、これまずいな。これ空手で買い替えが遅いんだもんな。あれ？空手で買うときはこんなに食らうか。あ、動けるようになった。あ、一人サイレンスだな。エドワードか。よし。攻撃力上がってる。これがやりたかったんですよ。で、ストレングスフォースを、さらに重ね掛けして、で、エドワードは、じゃあこれからアイテム係で、パン。これでクーデルカを支援。さて、強いな、この敵。クーデルカ攻撃。154。さっきよりもダメージが高い。6アビリティポイント。これでまたストレングスが高くなった。攻撃が回ってくる。ナイス！いいぞ。さらに回ってくる。これが作戦ですよ。クーデルカアジリティが高いですからね。ひたすら殴る戦法です。まだサイレンスか。じゃあ銃で。銃はあまり効かないですね。追い詰めたぞ。橋の方に追い詰めた。リリシー、クーデルカリリシー、やったか。作戦勝ちだな。この作戦はいいですね。このフィストっていうのがアジリティがすごく上がるんで、ちょっと考えてみたんですよ。オーレベルアップ、やっぱりアジリティを上げるっていう方向は結構いいですね、うん、これでいってみますか。エドワードは平均的に上げていくかな。アジリティ1個上げよう。待って待って、バイタリティはたまに上げとくか。これでいいだろう。イビルボーン、武器っぽいですね。じゃあここでセーブして、じゃあどうしようかな。ですね。じゃあ、一旦録画を切って、ちょっとアイテムを調べてみますね。っていうことなので。ですね。アイテムを確認してみました。で、最初の、手紙なんですけど、これですね。彼は秘儀を行った。愛の悲しみを拭うために、愚かなるすべての人間に神の光とその響きを。ですね、なんか強調してある文字、悲儀、悲しみ、人間、神の光、これなんかありそうですね。あとこの万人の西っていうのは、これは前に手に入れたやつなんですけど、要するにこの修道院でどういうことが行われてたかっていうことが書いてあるんですよ。無実の囚人を、政治犯を、収容してたらしいんですよ。もう何百年も。で、この日誌は、近世に書かれたものらしいんですけれども、結局その番人っていうのは、収容されてる人たちに対して同情的ではあったんですけれども、なんか反乱が起きて、その殺されちゃうみたいですね。まあそういうことが書いてありました。で、あと、手に入れたアイテム、イビルボーンって手に入れましたね。これなんですけど、さっきの時ダークヤングって名前らしいんですね。なんか武器みたいです。後で使ってみようかなと思います。で、あとは、道具ですね。なんか重要そうなアイテムがいろいろあるんで、ちょっとこの機会に確認しておこうかなと思います。
青銅のネックレス、3つのエメラルドをあしらった金色の首飾り。人間より大きく何かの像のために作られたようだ。で、この赤いガラス片っていうのは、バニーの西を手に入れるために使ったアイテムなんですよね。もう使わないです、これ多分。で、製造のイヤリング。ですね、これも人間より大きく何かの像のためにって書いてありますね。あとね、この製造のイヤリングもそうなんですよ。何かの像のために。だからまとめて使うんじゃないかなと思います。で、ライオンの置物。重い金属でできた置物で、百獣の王としての風格に満ちている、どこかにはめ込んであった細かい傷跡がある。で、石板。倉庫の壁にかかっていた印刷用の石板。図案は反転しているため内容はよくわからない。何かの図のようだ。印刷用の石板ですね。なんかこれから謎解きがありそうですね。うまくいくかどうか心配ですけれどもね。